どうも、こんにちは、ジュジです。ということでね、今回、脱獄ごっこプロやっていきたいと思います。なんと、脱獄ごっこプロにですね、見てください、このスキン。プチプチスキンが、なんと登場しました。超楽しみ！それ、くねくね踊りました。やめえ、やめえ。なんと、脱獄ごっことね、プチプチのコラボということで、ここのね、脱獄ごっこの画面のこの、襲来ってところをね、押すと、なんとここでね、プチプチが購入できるということで、ボイスとかもね、俺になってるんだよね。超楽しみ！一緒にゲームしようぜ。一応なんか能力的なステータスちょっと見れるんだけど、俺ね、始めたばっかりでちょっとね、どういう感じかわかんないんだけど、スーパーアニマルアイテムがなんかこれみたいななんかあるね。無敵効果を貫通し、継続ダメージを与える連射攻撃。え、強くね？わかんない。強いのかどうかわかんないけど。ぜひね、脱獄ごっこプロやってる人はね、俺を入手してください。僕の他にですね、脱獄ごっこプロにね、有名なクリエイターが毎週襲来するらしくて、総勢50名以上のクリエイターがなんか2月から登場してくらしいんで、これ俺一番最初かな、ワンちゃん一番最初だったのかもしれない。まあ、脱獄ごっこやったことない人に一応紹介なんですけど、なんかいろいろなんかゲームモード種類があって、監獄かくれんぼ、バトロワ、トリオ、脱獄ごっこ、ケイドローみたいな感じ、なんかいろいろ種類があって、バトロワだと3チームを組んで、まあ、合計9人で遊んだりとかできるやつとか、まあ、あと監獄かくれんぼ、監守1名 VS 囚人3名のバトルモード。めちゃめちゃ面白そう、これ。まあ、あとはシンプルに脱獄ごっこで人狼1名 VS 市民3名のバトルモードとか、ケイドロー、人狼が2人になるのか。で、市民がちょっと増えて6人のバトルモード。なんか結構ね、いろんな種類のゲームがあります。まあ、ちょっと早速、俺のスキン使ってやってみるか、プレイ実際に。どうしよっかな。まあ、一旦このバトロワやってみるか。3名のチーム、3組戦うバトルモード。これちょっと面白そう。おすすめってなってるし。よし、これで準備完了。あ、妹全然持ってない。なんかいろいろなんか着せ替えもなんかいろいろできるっぽいね。まだ俺スキンプチプチしか持ってなくて、トップスボトムとなんかいろいろ変えられるっぽいね。お、始まる。アンダーザ・ブラキオパーク。え、すげえ、恐竜いるやん。よし、行くぞ。あったあったあった。こう宝箱をなんか開けるといいみたいな感じだよね。で、この右上になんかこうアイテムがあって、これで戦ったりとかするみたいな。あ、いるね、なんか。すごい上の、すげえ上登ってる。え、ここすごいな。このマップやったことない。これで上登れるってことか。え、どうやって登るんだろう、これ。あ、すごいすごい。すごいすごい。あ、戦ってる、あそこで。あ、違うか。あー、待って、やばいやばいやばい、メガー、やばい、もうずっと落下ダメージ死にそうなんだけど。広マップ、あ、やばい、いる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 。どこ行った？なんか画面真っ赤っかになってる。やばい、これダメなのか、これ入っちゃう。あ、じゃあエリア外だ。あ、これが回復。あ、これが俺のスキル、貫通のやつだ。倒せんのかな、これ。難しい。めっちゃ難しい。おー、すごい。どこ行った、どこ行った、どこ行った。ほら、燃えろ。燃えろ、燃えろ。あ、待って、やられてる、一人。ほら、飛べ。あ、すごい、これ強いかも、これ。やばいやばい、叩かないで、叩かないで。燃えるんだ、お前ら。ほら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 。あ、今倒れた、あいつ。倒れた、臭いな。ちょっと難しい。ちょっと待って。みんな上手いな、操作。で、これで回復しとこ、一旦。やつ、アイス食べてる。すごいすごい、戦って戦ってる。ほらほら。燃えろ燃えろ。ほらほら。あ、やべ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 。あ、やべやべやべ。まずい。近寄るな。近寄るな、お前。あっち行け。あっち行けって言いながら俺近づいてる、自分で。やばい、うまっ。待って、めっちゃうまいんだけど。そんなうまい？あ、やばい、死んだ。やばい、死ぬ。やばい、やめて。やめて。やめて。エクセレン、助けて。あー、くっそ、やられた。ちょっと見てみるか。まだ一人味方生きて、あ、死んだわ。で、うまいな。ということで、バトロワはこんな感じで、多分3チームでこう戦うみたいな。で、どんどんエリアがこう狭まってくるみたいな感じっぽいね。よし、ということで、バトロワもう一回やってみます。よし、行くぜ。次こそはちょっと勝ちたいな。でもなんか、もうみんなレベルがさ、100超えてたりとかして、めっちゃ強いんだけど。よし、行くぜ。よし、始まった。スタート。これなんかさ、1対1で戦うより、こうなんか味方の近くにいて、2、1とかで戦った方がいいのかな、もしかしたら。この人についていこう。なんか燃えてるんだけど、なんか。で、車を横転して燃えてるんだけど。あら、このマップ。え、こん中どうやって入るの、これ。こん中入れんの、え、どうやって入んのこれ。あ、入れた、普通に。これでアイテムをね、取っとくといいんだよね、こうやって。早物勝ちだから。え、これ燃えてるとこ通ったらこれ燃えんのかな。あ、燃えなかった。
あ、待って、どんどんエリアちっちゃくなってんな。おお、なんか攻撃してきてる。やばい、助けないと。ほら、くれ、燃えろ、ほら。待って、やばい、エリア外近い。ちょっと待って、やばい、一旦逃げる。あーって、やられてんじゃん。あ、やばい、一旦家出たい。あ、待って、一人いなくなった。これ強い、これなんか、これ飛ぶやつ。やばい、もう HP ない、やばい。あー、やばい、死ぬ。助けて、誰か助けて。あー、くっそ、やられた。いや、俺のやられる時のボイスが、いたーみたいな、なんかちょっと変なんだよね。なんかパワフルなんだよ、なんか他の人のボイスより。なんか頑張れ、もう一人生き残ってるな。エクセレン。なんかすごいチャットできる、これ。すっげー、なんかシャボン玉のなんか飛んでってるやつ、あれ強いんかな。あれめっちゃ飛んでってるよね。あ、でもすごい生き残ってる、この人。あと4分だよ。おー、やばい、逃げろ。これさあ、一人が勝ったらどうなるんだろう。 俺も勝ったことになるのかな。ちょっと様子見てこい、ちょっとこの人の。頑張れ、逃げよう。逃げるっていうのもいい戦法なのかもしれない、もしかしたら。すごい登ってる。大丈夫。あ、え、嘘、落ちて死んだ。うわー、難しいね。ということで、また3位でした。むず、ちょっとあれ、別の方のやつもやってみるか。じゃあ、こっちの監獄かくれんぼってやつやっていきましょうかな、こっち。囚人側は確か、監視に見つからないように、鍵をクラフトするみたいな、なんか宝箱を集めて、あ、俺監視じゃん。待って、むず。監視やったことないんだけど。囚人はね、こう、宝箱を持ってきて、こう、今、宝箱マークあるじゃん。ここにどんどん集めてって、これ全部集まると、みたいな。待て。ほら。監視がやったことないからわかんない。え、これで何？捕まえたことになるの、これ。でね、囚人はね、なんかどっかね、隠れたりとかもするんだよね。あー、やばい、もう2個溜まってんじゃん。俺、ここにいたら最強じゃね？この辺にいとこ。あ、こういうとこにね、隠れたりするんよ。いた。あ、いなかった。あー、やべ。これ、あれか、ロッカー壊すと、しばらくの間動けないのか。なんか、警報とかもなんか使えるみたいな。あ、いるやん。ほら。よし。え、これでいいのかな？囚人ならやったことあるんだけど、監視やったことないけど、これでいいのかな？あ、で、これで逃げ出した囚人を警報で鳴らして、どこにいるか発見できるってことだ。え、どこだ？あ、あそこにいるやつってこと？いや、あれ捕まってるな。どこ行ったんだ？もしかしたら別のところでやってる可能性あるな、宝箱見つけて。まあ、で、一応ここもう2集まっちゃってるから、ちょっとこの辺にいときたいな。これだったりしない？いないわ。え、待って、もう1位になってる。やばい。あと1だ。この辺にいる、臭いな。うわー、サイレン使ってもいない。あ、いるやん。捕まえる。こいつか、さっきからやってたの。よーし、捕まえた。やった。よし、いいぞ。あ、いた。待て。よし。あと何人？あと1人か。お、あれ、こいつじゃね？こいつやん。あと1人こいつだ。絶対捕まえる。よーし、やったー。え、これ全員捕まえたってこと？分かった、やったー。あ、意外と、なんかあれかも、監視の方が、やろうと思ったら簡単かもしれん、こっちの方が。囚人側もやってみたいな。ちょ、もう一回やろう、もう一回。ちょ、囚人側に当たってほしい。囚人に立候補。これで多分囚人側になる確率が増えるはず。あ、さっきと同じマップだな。よし、囚人だ。あ、いる。やばい。で、宝箱とか持ってると、足が遅くなるんだよね。で、囚人側は確かこのレーダーで宝箱をね、近くにあるやつ探せるんだよね。これ、俺の方来てね、これ。あ、じゃあ、こいつ連れてきてんだけど、こいつ。やばい、マジ？やばい、追われてるじゃん。もうやだ。助けたいけどさ、そっちいるでしょ。やばい、こいつ連れてきてる。やばい、最低。待って、最悪。もう、勝つ気ないやろ、絶対。やばい、逃げろ。やばい。一旦隠れる。大丈夫かな？あ、いる？あった。で、運ぶときにね、足遅くなるから、これ。マジで怖い。あと、俺一人じゃん。まずいな。絶対さ、絶対近くにいるよね、多分。俺は、
俺はもうさっさと鍵をクラフトして一人で出ることにする。やだもんだって、絶対あそこにいるって。待ってるよね、絶対。開けたら多分監修いなくなるから、絶対出口の方に行くと思うんだよ。で、その時に助けるっていうのは一個ありかも。箱ねえんだけど。あ、まずいな。一人ぐらい助けられるかな、これ。どっちにいるかよね。あ、いるいるいる。よしよしよし、これで一人助けられる。よし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 、完璧完璧。あったわ箱、これ持っていきたいな。俺うまくねえこれ。いや待って、狭い狭い狭い道。やばい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 、しかもあと3分。あれこれどっから降りるんだ俺。下下への降り方が分かんない。あった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 、ここだ。よし、これで、あ、これで作るのか。あ、やばい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 、マジかよマジかよ、ここで最悪。待って、こうね、避けて、避けて、ちょっと殴って、あ、まずい、最悪、捕まったー、マジかよ。あ、なんか回復できるやつある。待って、あとちょっとで回復できそう。すんごい揺れてる、俺。縛られてる。あ、待って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 、やばいやばいやばい。なんだよ、こいつ。回復できなくなった、これ。あ、できなくなった、これ。ワンチャン。あ、できるできるできる。やばい、あと1分もない。あと作るだけなのに。うわ最悪、回復さえ今やっとったのに。うわ、これ隠れてやらないといけないんだ、まずいな。待って、ここのここの隙間で急いで急いで回復する。早く作ってくれ、頼む。うわ、これ間に合わないな、これ回復。うわ最悪、4321。うわー、くっそー、あとちょっとだったのにな。俺でも結構いいプレイだった気がするんだけど、気のせい。じゃあもう一回やりたいな。もう一回ちょっと囚人でちょっとね、脱獄したいな、ちゃんと。よし、来た。囚人だって。あれ、場所違う。場所違うの、これ。よし、とりあえず箱を探して、なんかできるだけなんか、監視で見つからなそうな場所に運びたいな。2階とかあんまり行ってるイメージだよね。2階に作るのありかもな。ここら辺にするか。この辺にありそうだな。1個ぐらいないかな。あ、あった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 。うわ、あっちに運んでんな。いや、俺は知らん。俺はここに運ぶことにした。ね、1個だけに運ぶことによって、多分ね、監視は多分、あ、ここだなって多分なるんだよね、多分。あ、いいじゃん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 。あっちにもある。で、1人捕まってんのか、これ。あ、すいません、2個。二刀流だな。助けてって言われてもさ、どうせいるんでしょそこに。いない。いや、いるか。いや、これ怖いな、これ。連れてきてたら怖いんだけど、マジで。やばいやばい、一旦隠れ、一旦隠れ、一旦隠れ。めっちゃこっちになんかあれだな。宝箱あるって出てるな。全然いいんだけど。どこマジ？嘘つかれてる。え、どこ？あったわ、ここか。だって怖いから来た道を戻ることにした。俺はもうなんかソロプレイだな、これ完全に。一人でやってるな。でも監視まだ一回見てないけど、これどこにいるんだろうマジで。どっかにいるんだよね、なんか鳴ってるからアラームが。あ、そこに運んでんのか。結構近かったな、場所的に。だがしかし、俺はこっちにも運ぶぜ。あと1個。あ、こっち側だな、1個あんの。外だなこれ。あ、やばいやばい、またまた、やばいやばいやばい。あの人たちもさ、多分一人でやってるよね。だって俺もあって1個なのに、こっち運びに来てもいいじゃんって思うのに。残念だから、俺は自分のところでやるぜ。だって来ないんだもん、監視。あと3分。これいけるぞ、これ。でも監視困ってんな、多分きっと。やばい、どうしよう、全然見つからない、どうしようって絶対なってるな。よし、これで、これで作る。確か鍵入れるとこもめっちゃ近かった気がするんだよね。うわ、一人捕まってんな。やべやべ、一旦隠れないと。一旦隠れよ、一旦隠れよ。危ねえ。よし、鍵できたぞ。よしよしよし、これを鍵に入れる。で、そこだよね、多分あそこに入れるってことだよね。うわ、捕まってるじゃん、マジで。やば、俺最後じゃん。で、どこに入れるんだ。あっちか。いけいけいけ、俺はもう助けん、俺はもう助けん。だって俺一人でやったもん全部。いけ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 、手伝ってくんなかったもん誰も。もう俺も手伝ってなかったけど。あ、いっぱいいっぱいいっぱい、いけ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 。
うえーナイス。あぶねー、なんか多分あっちの方に味方の方に行っとったやろな、ずっと俺全然バレなかったわ。やったー脱獄成功。ということでね、皆さん脱獄ごっこプロどうでしたか？もうなんか結構ね、いろんなこうジャンルのゲームがあるから、友達やったりとかすると結構楽しめる感じがしました。ということで脱獄ごっこプロ、概要欄の方からね、皆さん一緒にダウンロードして、俺もね、今フレンドとかもいないんで、よかったらフレンド申請してくれたら一緒にやりたいなって感じです。ということでダウンロードよろしくお願いします。そしてインストールしたら、ぜひプチプチスキンを使って脱獄ごっこプレイしてください。よろしくお願いします。というわけでまた次回お会いしましょう。またよろしく、バイバイ。